じゃあユーティだ。 次ユーティ、ユーティユーティっていうか、はい、あれなんですよ、はい、M6 のレスキュー、うん、あ、レスキュー、ってこれあのテーラーって独特な言い方しません？これレスキューってレスキュー、お助けですね。そうですよね、レスキューってユーティリティのことですよね。そうです、テーラーメイドではユーティリティのことをレスキュー。そうですよね、なんか独特な言い方するんですよね、助けてくれるような感じで。さあでもキャディーさんにレスキューって言ってもこれは持ってきてくれないですよね。くれないですじゃあ俗に言う、じゃあそのテーラーのレスキューは本当にレスキューしてくれるのか、はい、やってみましょう。はい、右かな。いつも感じですね。アイアンの感じで打ってください。アイアンの。ピッチングみたいな。もういいショットだ。おー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 、これ完璧だね。完璧距離は。レスキュー。4番ユーティリ170、180飛ばして。で5番と200レスキュー、レスキュー。いや、打感、なんかあの柔らかいっす、なんかこれはね、うん、レスキューはなんか打感柔らかめです。うわー、いい、全然ある、いい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 、もう球すごい、いいじゃないですかこれ。ありがとうございます。え、またパチンコで勝てられた。あ、でもこっちの方がちょっと手出しやすい金額ですね。定価3万円プラス税でございます。定価だからね。32,400円。ここから店長に頑張ってくると。なるほど。これも発売日一緒ですか。これヘリスゴルフレンジャー見たっていう視聴者が来た場合なんもないです。はい頑張ります。頑張ってくれるって。いや、それならね、ちょっとね、もう一回ぐらいちょっといいやつ出してね、こういうんじゃないかみたいな。あ、これはね、違うね。いや、でもね、そんなに怪我なしっす、悪くないっすよ。あ、うん、そう、全然出る出る。これ、こんな球上がります？レスキューだろ、レスキュー、うん、いや、これいいな、これ出てほしい。うわ、いい、あ、いい、いや、すごいよ、これめっちゃいい。わー、いい、いい、いい、うん、一緒にラウンドした時のイエローがドライバーより飛んでるんじゃない本当だよ、何これ何これ。だってちょっと T シャツこれでいきますよ。いやいや、さっきのさっきのよかった。5番とか5番とか5番とか。いや、これめちゃくちゃ、僕は好きです。レスキューこれは、うん、こんな、なんですか、あの前回120叩きましたけどそんな僕でも120やばかった、ほんとに。前回、一番最近、最近の今、2人で。あ、寒すぎて、手とか動かないんだよ。で、そんな時にレスキューがいてくれたら、たらどうなってたの。15は縮まったってそうだよな。 M5 の、はい、7番アイアンですね。はい、はい、M6 の7番アイアン、なんかかっこいいですね。シャフトが NS プロの、NS プロの9370ですね。はい、行ってみましょう。店長、アイアンはなんか特別なものはあるんですかね。はい、なんか変わってるんですか。今までと違うのはここにスピードブリッジ、こういうの、ね、真ん中に、はい、これはあの M5 も M6 も入ってまして、ここはキャビティでないないっていうのが普通でしたけれども、はいはいはい、これをやることによって初速が出る、まあ、いわゆる飛ぶっていうことですね。飛ぶようになった。7番アイアンはどれぐらい？140ヤードぐらいです。140 OK です。はい、飛ぶクラブになってるはずなんで。はい、はい、いいね、いい感じですね。音
7番で30度ですね。波です、うん、はいはい、波ですね、波です。でもなんか捕まりがいいっす。うん、なんかシュパッってすげえいい音したね。シュシュパッおー、いいね。捕まりはいい、いい感じですね、うん、音がいいですね、うん、もうちょい触れるでしょもうちょい触れるでしょ。もういいね。ミスなしじゃん。いいよ。すごい。おお。そりゃそうっす。おお。おお。クラブのパワー。すごいこれは。ね、いや7番だ。こんなだって157でしょ。僕これ5番アイアン振ってますよ。だから本当は飛ぶんだって。M6 に変えてみますか。はいはい、どう変わるか。ああ6の方がいい。6の方がいい。おーいい。いい。あそう。何でしょう。全然違う。全然。6のが合ってるんだ。全然いい。どういい？多分優しいっす、こっちの方が振りやすい。どう表していいか分かんないですけど、こっちの方が優しい。優しい。どっちかしたら、5とかの方がリーダーとかブルーよりだと。あ、そう。おお、いい当たり。ちょっと右に行っちゃいましたか。うん、落としちゃうけどな。それでも大怪我しないからね。大怪我しない。球が上がる、こんな上がります7番って。上がりますまあイエローぐらいの、まあ、100前後のゴルフさんにとっては M6 ぐらいの方が扱いやすい、はいはい、あ最近のコメントだとやっぱ僕になんかリンクしてなんか頑張れみたいな人がコメントの方でいてくれてるんですけどその人ぜひ6で6寄りの人です。いや、まあ、6です。僕と気持ちがシンクロするんだよ6です、うん、はい、これはいい連盟だったんじゃないですかね。これはいい、はい、あこれもあ、これ説得ですね。これ1本で嘘だ10万8000円ってやつマジかと思ったけど、これが、さっき言った伝えていくブラッシュスターで 10.5 のスピーダーシャフトが変わりました。はい、スピーダーの何だ、スピーダーのどれだ、これですかね。 R ですね、 R ですね。どんどん硬くなってきてますね。硬くなってきてますね。着々と硬くなってます。どんどんクラブがね、はい、硬くなって年月長くなってます。そうですね、それでも振り回せる、はい、高橋さん。ナイスショット、ナイスショット。うん、でも全然増えてる。やっぱりあったかなきの、うん、音とか、だからの音がすごく好きです。エピック大好き。好きですね。好きです。よいしょ、よいしょよ。すんごまず綺麗だよ。うん、うん、全然大いいショットです。いいんじゃないかい、いいんじゃないかい、うん、いいね。ちょっと引っ掛けちゃった。引っ掛けちゃった。すごい最近ちょっと引っ掛けが多くて、うん、だからすごいその気になってたこれあるじゃないですか、うんうん、これが引っ掛けないようにいけちょっとやってみたいなと思って。ねトシミンの。そうなんですよ。なかなかあのこっち側に反対に振る方はいないですけど。フェードちょっと失礼します。あ、これはフェードになりやすいですか。はい、はい、おさあどうだ、いいかもしれない。タバスジが変わったのか。おい、おお、変わった。すげえ、すげえ、右に行った。すげえ、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 すごい、すごい、すごい。あれそれ設定変えて持った感じ、変わった感じある。なんかやっぱりちょっとさっきと比べて、うんうんうん、置いた時に、うん、ちょっとヘッドの重みの感じ方がちょっと違
違うぐらいで、ね、でも全然気持ち悪くはない。こんなに。まあいいと思うよ。引っ掛けたいいと思うよ。引っ掛けたけど、でもじゃあ、うわぁ。引っ掛けてない。引っ掛けてない。本当だ。すごい。すごい。いや私でも今の打ち方多分絶対引っ掛けてると思いました。いやそうだね。思った。すごいね。帰ってきた。そんなんで変わった。全然違うんだ。うまいこと検証できましたね、これはね。すごい。ね、うん、これで左に林があっても怖くない。怖くないね。いや、いい球、いいよ。今の普通にいい球出たと思う。はい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 。全く一つも引っ掛けてない。ね、すごいね。びっくりした。このちょちょいですよ。ちょっとずらしただけ。いいよ。しかも皆さん忘れてるかもしれないですけど。メンズのクラブ振ってますか。確かに、うん、あ、でもいや、いい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 いやヘッドスピードがどんどん上がってきてる。左に行かないって分かると触れる、自信持って触れるから。あ、そっかそっか。その分思い切り行けるっていうのもあれいい。いや、いいよ。だって、自らブンブン振ってくるもんね。おー、全然もね、いい全然、いい、おー、百景寺さん、ちょっと待って、ちょっと一緒だけど、こんなに違うの。すごいね、すごい、これはすごいわ。ちょっとなんか私も、なんかイエローの気持ちが分かってこれ欲しい。これ欲しい。クラブの進化はやっぱ嘘つけない。設定の場所見せてもらって、ここ、なんか真ん中にあったのを、まあ、ちょっと上にして、分かりやすい、引っ掛けないように、ね、って書いたの、うん、ドローで引っ掛けに投げる人は程度外で、じゃあラスト1球マンで行きましょう。200ヤード行きましょう。いや怖くないよ、怖くないよ。そうですね、うん、怖くない思い切り振れる、うん、うわー、いいよ、いいと思うよ。これもいい程度だと思う。うわ、全然暴れてない。これだったら思いっきり自信持ってくれるから。これでもう怖くないね、引っ掛けて。怖くないですね。やっぱりエピック良かった。思った通り、やっぱみんな使ってる理由が分かりましたね。なるほどね。はい。なるほどね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日は何ですか、やっぱクラブの進化。はい。めっちゃ感じました。感じたね。はい。僕は実際 M6 ですね。M6 が M6 の方がデフォの設定で触れるんで、こっちの方が優しいなって感じがしました。はい、はい、トシ君、私はちょっとずっと気になってたエピックなんですけど、メンズなんですが、なんか本当にちょっといじったぐらいでこんなに違うのかとびっくりしました。これだってもうだってさ、勝手にブンブン振ってたの後半で。そう、もう逆になんかもう振ってなんか振るのが楽しいっていうのが、うん、またドライバーの醍醐味じゃないですか、ね、やっぱりドライバーで楽しくないと、なんか良くても楽しくなかったりする。都市民間のお金持ちの方は、はい、じゃあここの住所に、送っていただければ、いやいや、キャロウェイさんお願いします。イエローのファンは、イエローファンもここに住所。なんですか、その顔。欲しいよ。でもアンバサダー狙ってきますか。まあ僕確率めっちゃ低いですけど、各メーカーのアンバサダー狙ってきますからね。はい、まあ冗談なんて、はい、まあすごい良かったっていうか、はい、スイングよりもクラブが進化していくと距離も伸びるし、はい、安定した球が出るっていうのも一緒にできました。そうです、はい、ということで、まあヘッドスピードないし、ちょっとそれを参考に、まあ、癖玉というか自分のそれも参考にして、まあ都市民のヘッドスピードのメンズの方も多分いるとは思うので、それも参考に、まあ、私もヘッドスピードある程度あるよ、年齢ぐらいだよって女性の方も僕の参考だと
にした動画だったのではないでしょうか。はい、はい、まあ、あとはもう店長にこうもうねぎってねぎってねぎってポッとしまくってみたいな、赤ギリギリみたいな。多分あれだよね、エミスゴルフレンジャー見ましたって言ったら仲あるって言ったら、なんかあるって言ってましたからね。もう言っちゃいましたね。何もないことはないと思います。ありがえん、ありがえん、思った池上を。はい、シアトルもいいので。いや、いいね、うん、何でも買える。で、言ったらなんかロストボール3つぐらいくれるんじゃないですか。もうちょい、もうちょいあるんじゃないですか、ね、もうちょいあるから。それで久しぶりのコスメ、はい、準レギュラーになってます。あ、確かにね、確かに。あの、ご褒美だったトシミが、はい、もうすでに、はい、一緒に出れるようになったっていう。そうです、なんか新しい流れですね、今年の今年で、あの、僕はあの内戦を楽しみにしてますから、あの身内で今年は喧嘩するんじゃないかと。そういうのをちょっと楽しみにしてる。楽しみみたい、俺とか。あ、みたいな、ね、例えばですよ、はいはい、もうちなみにあの僕はイエローに、あ、グリーンに喧嘩売られてるんで、はい、僕はもう買いました、はい、もうやる、買ったんだ、はい、買いました、もう決定です。あとコメント欄で、トシミに何かやってほしい企画とかあったら、ね、待ってます。欲しいよね、うん、イエローにないから。多分ないでしょうね。いや、いっぱいある、いっぱいある。いや、あのね、ありがえ何が好きかって、あのウェア系もやっぱ充実してるんですよ。なんかね、男性の方の方がレンジャーのコーディネートとかは楽しいと思う。あ、男性にコメント着てほしいとか、女性目線で、はいはい、まあ、一旦色を捨てて、各々、ね、の色を捨てて、ね、男出しにしよう。イエローとトシミのカップルコーデにしたもう一回お願いします。縦でやるんじゃん。OK です。え、撮れました。マジです。こんな感じで、じゃあ締めますね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。